できる気がしない。結局はまあ、あれ全然できてない。うわすごいすごいすごい。こんにちは、西島東京の北川です。今日は YouTube で人気のあの空手王がこのハクさんです。すいません、はい、あの笑っちゃってるじゃないですか。さっき面白かったからね、ちょっと笑っちゃうね。こちらの方です。チャッス、チャッス福地です。おっす、聖地に参ります。おっす、お願いします。おっす、あともう一人、古根さんです。おっす、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 お願いします。おっす、お願いします。ということで、はい、あ、いつもふざけてる感じがあるから。そうですね、もう僕いつもすごく大真面目です。本当に、はい、だからちょっとここは真面目にしてもらおうかなと思って、うん、はい、まあ、パンチあるじゃないですか、はい、そもそもどうやって当てるんだろうっていう大問題があるじゃない。はい、うん、そこのところやろうかな。どうやって当てる、うん、お、いや、すごい威力があってまた抜きそう。ああ、それ間違いない。ことあるよね、はいはい、もちろん。だそこのところを例えばナイフだったりするとシステムでやったりするから、それをこう打撃に生かしたやり方があって、はい、その辺もしかするとその空手王の次の、はい、チャレンジにも役に立つんじゃないかなと思って。あ、ということはシステム流のパンチを教えていただけるわけですね。そうそうそう、うん、パンチャーよ、これはやっちゃうよ。いいですよ、やっとったんでない。空手やってる、はい、お願いします、はい、お願いします。ということで、はい、ウォームアップから、ウォームアップから、ウォームアップから、あの北川先生のウォームアップはウォームアップちゃうよ、きついよ。いやいやいや、普通普通普通です、普通できるのかどうかわかんないけど。それでね、普通手首を回すとこうじゃない、はい、そうじゃなくて手首を回す。え、全然意味分かんない。これはほら、拳の位置は変えないで手首が回る。ダンスっすよね、それね。これはほら、手首から拳を回しててんじゃない。はい。じゃなくて、この手首を回す。いや、そこのここの拳のは固定されてるってことですよね。あの、その向きは。こねてる、こねてるよ。あれ、全然できない。え、何が正解になるかも。フルコーンできる、わかる、そうだね、言ってること分かりました。これをこのままでこう動かすってことですよね。そうそう、ここをこの手首を、手首で円を描く、こういう円を前から見てね、はい、だけど拳はこう、こうだと拳が回ってるから、こうじゃなくて、拳じゃなくて手首を回す、手首の円を描いていく。これだと繋がってくるんで、伏線でしょ、これ。こうやって。で、左右に動いて、肘もこうやって動かさないで、肘の位置もなるべく固定して、この瞬固定して、この手首で円を描いていく。これストライクの基本ですか？まあ、その準備ですね。準備。あ、違うから。全然怖いです。手首を動かすっていう概念がなかったっすよ。うん、手首。そうそうそう。結構ね、これ難しいんですけど。手首を固めるしかっていう概念がない。これは後で繋がってくるから。で、これで次は、はい、この後、まあ、飛んでるんだけど、ここ、拳を固定して、肘で曲げる。え？拳の位置はそんな変わんない。だこうじゃないからね。はい。こうじゃなくて、拳を固定で、肘で円を描く。あ、全然動いてないよ。ゆうて何してんの？じゃ今度はこの前腕まっすぐ、じゃあ曲げない。あら、これ伸びしろじゃないですか。これできるんだったらまた強くなる。マジっすか？うん、超強くなる。あれ全然できてない。いや、全然できてないよ。今こうなっちゃったよね。はい、こうじゃなくて、その肘で曲げる。反対の、僕の頭の理解は追いついてないっすわ。なんかできる気がしない。イメージができないものはできないよな。イメージができない。なんでそんな動きがなんのかもう分かんない。ここが要は円錐を描くわけ、はい、こういう、うん、そんな動くんですか。動く動く。そうそう、あ、今風光さんやってるみたい。これで練習するという、
拳止めたままこう肘をこう回すと、ね、練習としてはそう。面白い。いやでも肩甲骨からめっちゃ動いちゃってるっすよ。こうやって、うん、これができるとパンチがね、パンチとかナイフが全部面白いことになる。へえ、うん、何してんの、いじけてるだけやん。肘がちょっとしか動いてない。今の肩っすよね、うん。難しい、すげえ難しい。大丈夫、練習すればできる。フルコーンも肩っすね。うん、これ難しいんですか、そんな。いや、やってみる。いや、なんか すげえ難しい。佐々木さん、やってみる。これは違うんですか。あ、ちょっとマシかもしれない。でも手首曲がっちゃってんだよね。手首が曲がんないで、手首は曲げない。うん、まあ、肩になってんだけど、でもまあちょっと近い、ちょっと近い。やろうとしてる方向性はちょっと近い。で手首曲がっちゃってんだけど、うんうん、これこうじゃダメなんですか。それでもまあいいかもしれない、最初は。これだったら手首曲がらないそう。うん、そうやって固定しちゃうのもありかもしれない。あ、でこれでこう、こう入んないように。うん、最終的にパンチにしたいから。あ、でもそういうことですね。そうそうそう、手首をまっすぐにしたい。うん、でそれができるとどうなるんですか。これできると、例えばこうパンチするじゃない。でこれをはたいたりしてきてもらって、これこういう手をこれがそのままいくわけです。あ、なるほど。そう、これで例えばパンチ抜けて、でこれを体ごといっちゃうと、これ崩されてパンダになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、これで体崩れなくなるから。確かに円の運動で逃がせるってことですね。そうそうそう、こういう動き体であるっすもんね。例えばパンチってきた時にサバイブとか、いや、こういう動きあるんで、僕結構こういうの使うんで。全然できてえやん。いや、これ応用で、多分今だとこれが直線的な動きで僕やっちゃうとか、うん、こう回復ドンってやつなんですけど、これができるようになったらもっとさ、ちっちゃい動きでさ、それできるな。そうそうそう、多分浮きが上手になりそうしかも、うん。でこれでね、例えばこういう練習があって、これをはたいてきてもらって、これは意外とこっちを向いてるっていう、またはたいてもらって下っていろんな方向からはたいてもらって、こういうふうにキャーッと、これで体がこう持ってかれないんですよ。でこう硬いとこうなっちゃうから、うんうんうん、で肘と肩がリラックスして今みたいな動き練習してあると、そんな難しいですか。そう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 、これを一緒にやっていく。でそういうのをこう、例えば何かやってきたりするときに、こうして肘とか使う。おお、それでほら相手の方向いてるから、そのまま投げます。そうそうそう、おお、どうしても電話使っちゃうと相手がパンチしてきたりするので、こう、こう肘と肩とかを使ってそのものを使う。わぁ、すごいわ。これ使いやすい。左の方に使います。肘で合わせる。で最後まで多分ね、その、うん、ついていってるから、手が、うん、こっちの下こうすぐ戻せないと思うんですよね。うん、相手が引き込まれちゃうんですよね。うん、円だから流れちゃう、相手が。でこれでバラバラにするんじゃない。それ何がいいかっていうと、相手が何か打ってきたりした時に、だって肘とか上腕とこっからすぐバラバラに使えない。そうすると今上腕の肘で相手に出て、こっちで打つみたいな。うん、そういうのが質問になる。面白い。うん、すごいね、うん、超実践的だね。うん、こうやってパンチ打って、こっちから払いたりするってなって、それしたらそのまま。うわ、思った。まあ、さっきの続きで言うと、今度はここを固定して肩で。うわ、すげえな。それ肩って肩甲上腕関節なのか、うん、それとも肩甲骨が鎖骨まで含めて。あ、そう、肩甲骨、今の場合は肩甲骨、鎖骨含めて。あ、じゃあもう全部ってことですね。肩甲体でってことですね。そう。あ、なるほど。でこの時にこの拳が動かないんですね。でそうすると、例えばこの辺パンチしたりとか、体が硬いと全部こうなっちゃうから、
意外とそのまま相手の方向いてる。これよく見るやつですね、よく見るやつ。なんか理論じゃないけど、ここまで全て説明してもらったらなんかおーなるほどなって、うん、おすげえなって、うん、マジでなる、うん、なる。そう、例えばこっちが何か手を打ってきてもらって、こうやってずっとこうやって感じてるんですよ、相手のこと、はいはい、両手を打ってきて、打ってこうやって打って、はい、ずっと感じてる。うわーうわ、すごい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 、痛いわ、マジで痛いわ。いや、すごい、さっきのやつ習得したいね。うん、このバラバラに動くようになってくると、要は肩と肘と前腕が別々に動くから、はい、だから例えばこれで受けたとして、ここが固まっちゃうとこの後のパンチ受けないじゃないですか。リラックスするとここからパンチ受ける。だから要するにそれで威力も強くなるってことですか。そうそうそう、いや、全部が加速できるじゃないですけど、うん、動くから。そう、僕らだったらもう本当この至近距離で打てない中で頑張ってパワーでこう、うん、打っていくんですよ。それが、まあ、どっか一つを固定じゃないけど、その受けで使っても、あと二つは動くから。発射台が何個もある。何個もあるってことですよね。そうすると、例えばパンチだったら、この手はパンチだけじゃない。はい。で、肘は防御で、こっちがパンチみたいに。はい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 。一つの手で、いくつの役割もできる。はいはい。パンチだけの腕じゃないと。そう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 。受けだけの腕でもないし、パンチだけの腕でもないし。うん、攻守一体とはこのことですね。そう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 、うん、それはなんか違うけど難しい、うん、結構難しい。で、まあ、これのシリーズとして、この手をこう胸に合わせて、でこの力をこうやって回していくんですよ。こうやって胸を入れて、肩、肘、手、肘、肩、胸みたいな感じでこうぐるぐる回すんです。うわー、すげえ。すげえ難しい、うん、伸びしろ。うわっ、俺左の神経ゼロだ。ゼロ、うん。で、これをこう強くグッと当てておくと、じゃあパンチを当てた時に体はどれだけ動けるか、うん、固まっちゃうんじゃなくてリラックスした状態でパンチを当てるっていう練習に質問になるんですよね。すげえ動く、骨が。ちょっと後ろから撮っていいですか。うん、いやー、綺麗に。こういう、うん、へいらっしゃい、あのそれ振り込む、頑張っていい。ちょ、何して、トイレの順番待ち軽く難しいな。こういう形状で。手がここはグーちゃんで、ここはここで。でも全部実践的に使えますね。うん。全部使える。いや、うん、やったほうがいいよ。いや本当にね。やったほうがいいけど、マジで、うん、なんて言うんだろう。やり方がわからん。イメージが。イメージがつけへんの。全然だ。俺さっきのだって手首の段階で止まってるもん、俺の中に。それがあのマジ勉強できないこの授業と一緒だね。もう本当に頭バグってるよ。なんであんな手首が動くのかなっていう。でも骨の構造が頭の中にないから、うん、骨が手首の骨はどういう動き方をするっていうデータがないわけよ、うんうん、だから手首は動くもんだと思ってないと。これしか。いや、手首は動くよ。ね、手首は動く、そう、ね、動く。こうやって動くんですよ。動かす関節だしね、手首は。だから動かす関節だけど、もう僕らも固めて生きてきたんですよ。あーはー。もう手首は固めるものとして生きてきたんで。うん、なるほどね。なるほどね。うん、まあもうそんな感じで、こう動くんですよ。あとはまあ指っすよ、指。てか全部なんかそっから繋がってますよね、全部動きが。うん、いや、すごいなぁ。うおぉ、やば、思ってる。あー、入った。うわー、強くなっちゃった、これは。うわ、これ